失礼します。失礼します。これだこれだ。あの、え、5人じゃなかった？4人。新人です。4人です。どうもどうも、おめでとうございます。ありがとうございます。この晴れて、あの天下の産経スポーツに、産経新聞に入社できて、おめでとうございます。ありがとうございます。私も、産経スポーツに、雇われて44年間、あんたの生まれる2倍ぐらい前に、ここでお世話になったんですけど、また、ありがとう、よろしくお願いします。今あの新入社員から名刺を、名刺、はい、お渡しします。俺の名刺いる。最近来たばっかりの名刺なんで、あのおじいちゃんとおばあちゃんにあげてください。多分知ってると思うから、俺のこと。はい、はい、小島、はい、どこ出身、どこ？東京で明治大学出身。おお、明治、おお、明治だ。よろしくお願いします。はい、どうぞ。吉田と申します。はい、どうぞ。よろしくお願いします。どこ出身、どこ？千葉県出身で、日本大学出身です。ああ、実際、はい、よろしくお願いします。大井亮平と申します。はい、よろしくお願いします。どうも、神奈川県の法政大学出身です。あら、また悪いところから来たな。そんなことないね。俺の授業は受けてない。受けてない。あ、そうだ。何年か前にちょっとやってたから。あ、そうなんですか。大井君知ってるよね、法政大学大 OB。 もちろん知ってます。大丈夫です。今やちょっとそっかったな。いや、本当です。はい、どう、出身は埼玉で、明治大学です。あ、本当。いや、あの出身、学校を聞いたわけじゃない、出身の、 あの国を聞いたんだけどね。うん、高知出身とかいないよね。まあ、なかなかいないけどね。そうですか、まあ、頑張ってください。はい、ありがとうございます。将来を担う。エモさんに聞きたいことがあれば、何でも、ちょっと質問を。あれ、でも現場とか、まだあの配属はなってないでしょ、場所は。これからか。そう。いや、決まってます。決まってる。あ、受けてるの。はい、おう、どこ運動部配属に。おう、それは、あ、レース部に配属になりました。はい、でも整理部です。整理部。ああ、まあ、よく分かってないけど聞いて。外出る2人と仲良い2人。ああ、そうかそうかそうか。また入れ替わるかもしれないです。まあ、いろいろあって、いい先輩も多いしね。はい、ありがとうございます。よう食う先輩が多いから、体には気をつけてください。そんなことにまた、時々ここを借りてね、YouTube 撮ったりしてるので、まだ機会があったら。この模様は、これももちろん YouTube に流れます。YouTube 流れるって、みんな。全国を指名手配。悪いことできないから。またじゃあ、一人ずつ、抱負を。抱負を。はい。今回、名前と抱負を語ってください。はい。抱負。改めまして、サンケイスポ選手のレース部に配属になりました、吉田王子郎。もうちょっと大きく。はい。こっち向けてレース部に配属、レース部配属になりました吉田王次郎と申します。自分はちょっと競馬を志望して産経新聞に入ったので、ぜひ競馬の記者として、読者に、有益な情報を発信できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、産経新聞、の、サーキスポーツ配属になりました小島はじめと申します。夢はヤクルトとバキシャで、そうか、一面でヤクルトの優勝の記事を書くっていうことが自分の夢なので、読者の皆さんに素晴らしい記事を書けるように、一生懸命頑張っていきます。よろしくお願いします。よーよーよー。どう、整理部に配属になりました大井亮平と申します。大学ではスポーツ新聞部に所属しておりまして、そこで少しレイアウトだったり紙面作成の経験をしたことがあります。そういった経験を生かして、もう一日でも早くサンスポの戦力となれるように頑張っていきます。これからどうぞよろしくお願いいたします。いい、頑張って。はい、よし。サンスポ整理部の深谷と申します。エモスさんの記事をより多くの人に読んでいただけるように、サンスポがもっといろんな人に読んでもらえるように頑張っていきたいと思います。はい、頑張って。
はい、俺のとこはちょっと小さいからなるべく俺の上の方に入れるようにね、頑張ってちょうだい。よろしくお願いします。そんなことで、新入社員のね、新戦力、産経新聞、産経スポーツ、皆さんよろしくお願いします。この人らが1年前になった頃には私はいませんので、ぜひ皆さん見届けてあげてくださいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。